はいどうも皆さんこんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。で今日なんですが、またまたあつ森公式から新たな情報が出ておりました。ただ今日はね、なんて言ったらいいんだろうな、まああつ森っちゃあつ森ではあるんですが、あつ森のマイグッズコレクションっていうのがあるんですが、そちらがですね、なんとバージョンアップいたしました。先日バージョン 2.0.5、こちらのアップデートがこのあつ森の世界に入ったわけですが、その裏でなんとね、コレクションについてもバージョンアップがあったみたいです。ですので今日は詳細について語っていきましょうか。そう、具体的にどういったところが変わったのか、そちらの内容が公開されておりました。なかなか豪華な内容になってるんで、ぜひ最後まで見ていただければと思いますね。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、といったところでやっていきたいわけですが、その前に、なんだこれ、なんか2人の会話が始まったぞ。こないだクリスティーヌくんが作ってくれたお弁当よかったよ。お前ら付き合っていたのか。なんだこのラブラブストーリーは唐突に始まったな。よかったってどういうこと？美味しかったとかそういう感想ないの？あー、何これ、これはカップルのイチャイチャトークみたいなやつか。いや知らないけどさ。全体的に茶色くて色使いに統一感があったね。それで、あとは副菜の黒豆が石のように硬くて未だかつてない食感だったかな。お前それ褒めてねえだろ。それから、それから、お前それ以上言うとやばいぞ。それから、卵焼きの中に卵の殻が入ってて、お前さ、いやーけどどっちもどっちか、食材の味を感じることができた。褒め方すごいな。そうなんだ、喜んでもらえてよかった。ってことで、うちの愉快な島民たちでした。ではこちらをご覧いただければと思いますね。謎すぎないか今の会話。今の会話はマジで謎すぎるわ。で、冒頭で言った通り、あつ森のマイグッズコレクション、こちらがバージョンアップいたしました。アイテム4種だったりとか、スタンプ6種1種類、そして新しいレイアウトも登場いたしました。これはかなり豪華な内容になってますね。そしてハピパラのキャラクターも登場ということで、具体的にどういった内容になってるのか、そこを見ていきましょうか。自分だけのアパレルや雑貨が作れる、これいいよな。2022年2月15日、角川さんはあつ森に登場する住民たちのイラストを使って自分だけのデザイングッズを作れるオンラインサービス、あつ森マイグッズコレクション、こちらをバージョンアップしたと、このような発表をされておりました。具体的にはキャラクタースタンプは61種類、ハピパラのキャラクターたちも登場と。イメージとしてはこんな感じか。これかなりすごいよな。っていうかさ、皆さんこういったものがあったって知ってた？どうですか？確かこれってさ、1年前ぐらいに実装されたんだっけ。自分も記憶が曖昧なんですが、結構昔だった記憶がありますね。ただこれすごいよな。確かちょうど1年前だった記憶があるわ。まあ、こういった形で日常で使えるコップであったりとか、あとは手提げであったりとか、クッションであったりとか、こういったものがですね、なんと自分で作れてしまいます。要するに推し住民ばかりの自分がデザインしたこういったグッズが気軽に作れてしまいます。これかなりいいよな。特に手提げとかはかなり使いやすそうな感じがするね。あとクッションもこう見てみたらいいよね。ちなみにこちらに詳細が書いてあると思うんですが、なんとね、今までは T シャツであったりとか、スウェットであったりとか、ハンドタオルであったりとか、トートバッグであったりとか、こういったものを作ることができたんですが、新たに4種類のアイテム、具体的にはグラスであったりとか、マグカップであったりとか、ポーチであったりとか、クッションだったりとか、こういったものが新たに加わったってことか。なるほどね。性別や年齢を問わず幅広くお使いいただけるラインナップになってますと。はいはいはい。でグラスがこういったイメージで、マグカップがこういったイメージで、クッション、ポーチで、こちらが既存ってことか。はいはいはい、なるほどね。いやー、これすごいね。本当にやばすぎないか。これはマジですげえわ。で今回はラコスケとか夢見とかつねきちとかで、 DJ ケケでスピカなど新たに加わったキャラクターや、つぶきち、まめきち、かっこ笑顔といった表情が違うスタンプも使うことができると、このような形で記載されてますね。いやー、これすごいな。なるほどね。レイアウトは最大で12キャラクターの配置が可能にと、まあ、こういった形になるってことか。ただこう見てみると本当にね、
オリジナリティ溢れるから作ってみたくなりますよね。じゃあどうやって作るのかっていうところなんだけど、こちらに記載があります。まあすごく簡単みたいで、4ステップで行うことができるみたい。なんとね、パソコンだけじゃなくてスマートフォンでも簡単に注文することができます。これはかなり嬉しいね。で、具体的な内容に関してはこちらに記載がありますね。あとは自分だけじゃなくて他の人、例えば家族であったりとか友達にも送ることができるから、例えばどうもり好きのお友達とか、もしもうすぐあの人誕生日だっていう方がいらっしゃいましたら、こちらで作って誰かにプレゼントするっていうのもありなのか。だからまあ自分だけじゃなくて他の人にあげることもできるから、これはかなり大きいんじゃないかなと思ってます。で、具体的なステップはこちらか。まあこれかなり簡単ですよね。これすごいよな。で、実際にどういった画面で進むのかっていうところもこういった形で流れが説明されてます。これは相当ありがたいな。ただざっと見た感じ、多分5分ぐらいでこれ作ることできるんじゃないかな。で、たぬき開発からお届けしますと、これすごくない？この段ボールめっちゃ欲しいんだけど。すげえ。ってことで、こういった情報が公式から出てました。ですので皆さんもぜひご自身で確認していただければと思いますね。よろしくお願いします。はい、ということで公式からこのような情報が出ておりました。ですので皆さんもご自身で確認していただければと思いますね。いやー、なんか最近新しい情報が結構出てくるね。なあクリスチーヌ、なあクリスチーヌ、うん、チーク今日もバッチリいけてるね。そしてトビーは後ろでステップを踏んでますよ。じゃがりこ T シャツを着ながら、最近フィナンシェがめっちゃ美味しくて困ってるの。フィナンシェか。俺も一時期めちゃくちゃハマっていたな。ほぼ毎日のように食べてたことあるわ。けどフィナンシェってかなりね、やばいです。何がやばいかっていうと、カロリーがものすごく高いんですよ。フィナンシェって相当小さいから、あ、かなりヘルシーなんだ。そう思って食べてみると、なんとね、カロリーがめちゃくちゃ小さくても300とか平気で超えてるからな。あれは本当にびっくりだわ。でかいでかい菓子パンとほとんどカロリーが変わりませんからね。まあバターがふんだんに使われてるっていうのもあるんですが、フィナンシェはね、なかなかクセモノ。個人的にはね、相当クセモノな気がするな。あれは絶対に気をつけた方がいいよ皆さん。マジで太ってしまうわ。だってさ、小さいフィナンシェ2個3個4個食べるだけで相当なカロリーになるでしょ。で、4個食べたらさ、もうそれだけで下手したらカロリー4桁超える可能性があるわけか。そう考えると怖くないか。お、ちょっと待って、今日は掘り出し物が売ってるじゃねえか。おい、これめっちゃいいな。ただまあどこで使うかって言われると難しいところではあるんですが、ただこの家具はね、俺以前から欲しかったから、ちょっとこれ普通に欲しいね。これなんぼなん？はい、トイレか。で、トイレっていうのはわかるんですが、1万1000ベルか。なかなか安いな。けど、お金がね、今ないから、後でちょっと引き出しておきましょうか。で、こちらはレジか。で、これはなんぼぐらいな。で、こちらの商品は液晶レジか。で、値段は3800ベルか。あー、なるほどね。まあ、買っちゃいましょうか。で、とりあえずこれを買って、これを買うのはいいんですが、ただね、今手持ち金がないから、お金を下ろしに行きましょうか。いやーけどお金は重要だね。お金ってすぐなくなるからな。ついこの間、お金大量だって言ってたのに、一瞬で金がなくなるわ。なんだろう、新しく追加された家具って、かなり値段が高いんですよね。なんか既存の家具はそこまで値段が高くないんですが、新たに追加された家具が全体的に高いわ。特にお城シリーズ、あれめちゃくちゃ高くないか。なんであんな高いの。あれさ、どう考えても高いよね。ってことで50マイル付与か、ありがとうよ。で、ATM でこちらで下ろしていきましょうか。で、引き出しで、で、何もぐらいかな。まあ9万5000ぐらいあればいいんじゃないか。で、俺の貯金が、うわー、だいぶ減ってきたな。貯金がだいぶ減ってきた。やべえ、預金が減ってきたぞ。どうすんだこれ。ちょっと今度ね、まだ株で儲けないといけないか。さあ、とりあえずトイレを買いに行きましょうか。けど、空いたトイレっていうのは、結構どこでも配置できるから、かなり汎用性は高いよね。さあ、ってことで、たぬき商店に向かおうぜ。そういえば、あともうすぐで3月になるわけか。あまり実感湧きませんが、去年の3月って俺何してたんだろう。全然覚えてねえわ。はい、ってことで、こちら購入していきましょうか。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくどうもりやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。